西船橋でございます。この電車は臨時のカルサイチの宮行きです。なんか最近255系見ない気がする。どうしたんだろう。末路終点です。この電車は折り返し普通木原台行きです。255系最近見ないなぁ。高砂でございます。この電車ラインは日本以外経由普通成田空港行きです。255系どうしたんだろう。そんなにわしのことが気になるのかい。はい。わし、もう車体が腐食しすぎて動きづらいんだわ。臨時列車もおらるも早すぎじゃないですか。まだ6月の引退からまだ2ヶ月しか経ってないじゃない。実は9月8日の運行以降全部退社になるかもなんだよ。マジで？ニューシリーズの途中なくなっちゃう。勝てない最後だったな。もっと走ってほしかった。もうそろそろ全員避けるわ。残念だったな。マジかよ。